ニューヨーク双方でかつて倉庫や工場に使われていたキャストアイアン建築。都心の廃屋となっていたが、1950年代以降の画家、ミュージシャン、詩人などの流入でカウンターカルチャーの中心地となった。彼らの文化やボヘミアニズムに憧れたヤッピーなど若い、富裕層の流入で高級アパートや高級レストランが、増え家賃が上がり、1980年代以降、 高級住宅地と菓子古くからの住民も芸術家も転出を余儀なくされた。ジェントリフィケーションとは地域における居住者の階層の上位化とともに建物の改修やクリアランスの結果としての居住空間の質の向上が進行する現象のことである。都心の敗屋を芸術家や運動家が不法占拠した時代のベルリンミッテクの一角。ジェントリフィケーション後の同じ場所。 ジェントリフィケーションはロンドンで初めて確認され、1964年にルースグラスにより初めて言及された。その地域では居住者の階層が労働者階級から中間階級に移行するとともに、伝統建築物の価値上昇や粗末な住宅の高級な住宅への建て替えなどが起こっていた。ジェントリフィケーションという用語名はイギリスにおいて、 環境悪化の影響で都心から転出していたジェントルマンが再転入したことに由来する。日本では新種化と和訳されたこともあった。その後世界中でジェントリフィケーションが発生していった。1970年代ではインナーシティの再生と言われ、ジェントリフィケーションに対する期待も高かった。富裕層や経済活動が郊外移転していた。 先進国の大都市中心部では低所得者、高齢者、移民が集中していたことから、ジェントリフィケーションに伴う都心回帰の結果、都心部の人口のバランスの改善や地域の再活性化が起こった。しかし、問題点として立ち退きがあり、特に低所得者や高齢者などがその対象となった。ジェントリフィケーションに伴う家賃上昇の結果、 居住環境の悪い場所への転居を余儀なくされ、地域コミュニティの崩壊やホームレスの発生を引き起こすこともある。ジェントリフィケーションの発生原因には多くの議論が存在する。1970年代以降に議論が進められてきたが、はじめは新中間階級の都心階級を主張するデイビッド・レイと時代格サロンを主張するニール・スミスを中心に行われていた。 2018年時点でも定説は存在せず、ジェントリフィケーション研究においては、各地域の事情を考慮して分析することが重要と、される。ニューヨークブルックリンのベッドフォードスタイベサント地区の、改装された歴史的建造物の住宅。同地区はアメリカでも最大級のアフリカ系アメリカ人、居住地区だが、ジェントリフィケーションと共に、裕福な他の人種が増え、地区のアイデンティティが揺らいでいる。 新中間階級の都心階級では今まで郊外に居住していた新中間階級がインナーシティの伝統的な建築物を再評価し現代的な建築物に改修しつつ環境を改善し居住していく動向が発生原因とされるこの時新中間階級がジェントリファイアーとなっているこの理論はデイビッド・レイなどが主張している時代格差論によると 時代が低下したインナーシティにおいて開発を行い利潤を得ようとする動向が発生原因とされる。インナーシティでの環境低下により次第に資本家時代が低下していくが、これにより最適な土地利用がなされた時の時代、すなわち潜在的時代との差異が拡大し、時代格差が形成される。この後、利潤率が高くリスクが低い状況として、 金融資本の投資先として選定されていくことで、ジェントリフィケーションが発生すると説明される。この理論は、ニール・スミスが主張した。時代格サロンには支持意見や批判が多く存在する。例えば、例による、カナダの都市では、時代格サロンによる説明は、不適切であることの指摘。クリス・ハムネット他による、ロンドン市、バーンズブリーにおけるジェントリフィケーションにおける、 価値格差説の提示、ロレッタリーズによるイギリスではアメリカ合衆国と比較して土地の価格が建物の価格よりも影響力が小さいことから価値格差説の方が説明の上で適切という主張が存在する。2000年代以降、ジェントリフィケーションの形態が変化し、新築のジェントリフィケーション、商業のジェントリフィケーション、観光のジェントリフィケーションが発生するようになってきた。 既存住宅の改修に限らず既存住宅の建て替えを伴う再開発に関してもジェントリフィケーションに含まれるようになってきた。新築のジェントリフィケーションは新たに高級な住宅や商業施設を建設する場合のジェントリフィケーションのことを指す。新築のジェントリフィケーションは2000年代にロンドンのテムズ川沿いで発生し、これが最初の報告とされる。 新築のジェントリフィケーションにおいては、直接的な立ち退きは発生しない。しかし、高所得者の転入の結果、周辺住民との所得格差が拡大したことで、低所得者向けの商店の喪失や、住宅供給不足などが発生する形で、間接的な立ち退きが進行する。日本では、2002年以降の都市再生政策の結果、東京都心部、湾岸部において、 超高層住宅の建設が進行し、新築のジェントリフィケーションが見られている。香港、ワンチャイクの利東街印刷業者が立ち並んでいた、再開発前の利東街。立ちのきと取り壊しの後、高級マンションやショッピング街として、再開発された利東街商業のジェントリフィケーションとは、土地利用が宅地から商業地に変化する場合のジェントリフィケーションである。 商業のジェントリフィケーションにより、ジェントリファイヤーの消費ニーズを満たせるが、既存の低所得者に対しては、排除的な空間にも変化し得る。観光のジェントリフィケーションとは、観光地におけるジェントリフィケーションである。当該地域では冬となるが、一方で、排除的な空間にもなる。ジェントリフィケーションは、地理学に限らず多くの学問分野で研究が蓄積されている。 2011年時点でのスコパスの検索結果によると、当初は地理学での研究事例が多かったが、21世紀になると都市学などでの研究が増加していった。この背景として、都市再生政策の影響を検証する研究の増加が挙げられる。また、研究対象地域も欧米都市に限らず、東、ヨーロッパや東、アジアなどの都市にも拡大している。ありがとうございます。